皆さんこんにちは。私たちラストアイドルです。西村ほのかです。畑美咲です。真島まかのです。はい、私たちは先日ですね、 ZIPFM ジェネジーに出演させていただきました。ありがとうございます。楽しかった。はい、うん、ですね、ジェネジーカスタマーセンター、はい、ということで、ということで、うん、苦情をなんか言えって、言われたんですけど、無茶ぶり。そんなのあるの？苦情言うか？ありますよ。あります、あります。まず一問不正解だった場合1000万円もらえるっていう、ね、おかしくないですか？おかしくないですか？先に言っといてほしかったよ ね、 間違えるよね。1問間違えたのに、わざと、うん、全部知ってるもんね、問題、うん、なんかさ、しかもさ、私たちの質問を私たちにさ、うん、確かに出すのってさ、どうなんですかね。そうなの。自分のことはちょっと答えにくい。わかるしね。わ、ね、かるけど、なんか改まって言いにくいよね。うん、確かに、うん。あとなんかちょっと私たちは分かったんですけど、そろそろクイズなんだっけ、元の番組、うんうんうん、ちょっと分かんない世代もね。うん、ミリオネア出てくるんじゃないかなと心配になりました。アイドルとかだと、はい、はい、まあこれがね浸透してクイズジェネオネアがもう確かに特番になっちゃう。特番に言う。その時はぜひ呼んでください。はい、呼んでください。あと私の肩の柔らかいやつが、あ、そうだ、何も伝わってなかったと思うので今ね、今せっかくなんでやってもらいます。いきます。はい、右手を伸ばして、右耳にちょっとだけつきます。すごい、すごい、皆さんも、あ、やってみて。そうなの、耳にはつかない。耳にはつかないわ。そうなの、右耳に意外と一緒な気がするけど、いけそうなんだけど、いけそうだけどいけないやつですね、これ。そうなんです。みんなもぜひやってみてください。ということで、4月28日に私たち10枚目シングル、うん、君は何キラットをリリースしました。皆さんたくさん MV もね見てほしいですし、曲もいっぱい聴いてください、はい、ということで以上、私たちラストアイドルでした。バイバーイ。チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。